はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、宮口です。はい、2本目になります。まあ、前回とに引き続きの動画になるんですけども、ガチヤグラの、実況になります。はい、またここか。ね、できる限りですね、新エリアで、まあ、お送りしたかったんですけども、うん、まあ、こればっかりはしょうがないですよね。ランダム、まあ、2分の1なんでね、毎回多分2分の1抽選してるんでしょう。あれ？ああ、くそ、ダメじゃん。よしよし、よし、だま。危ねえ。よし、カット。今回早かったっすね。おはようございます。いやー、いいね。今回はあっさり行きました。あんま貢献できてないか。すげえな。怪奇癖さん。7キルのに2回、うん。素晴らしいですね。そうだ、そうですね、おすすめの、なんていうの、ギアっていうか、装備っていうか、まあ多分装備、衣装に関しては、まあほぼ同じだと思うんですよね。なんか、クリーニングするとギアの付け替えができるみたいな、自分ちょっとまだやったことはないですけど、それで、性能アップさせるみたいなのをちょこっと見たんですけど、まあおすすめのそのギアというか、装備を、もしコメントですね、詳しい方いらっしゃったら、あ、せいやくん？今、せいやっていたよね。まあ、YouTube のですね、方で、お友達になったせいやくんがいまして、え、彼かな？なんか、言っていいのかな？いろいろ、ちょっとそうですね。自分は、まあ、ごめんよ、せいや。これ、君だったらごめんよ。どうしようかな、どっから行こうかな。こいつも困るんだよね。これいいか。あ、くそ、隠れてやがった、この野郎。このみんさん。汚ねえ、汚ねえ。まあ、汚ねえっていうか、それが作戦か。
でもあれね、潰しとかないとね、あの取られた時に痛い目あるからな。あ、せいやって本当に彼かな。なんかログインするとか言ってたよな。ログインするじゃないや、あのオンラインにちょうど自分入った時にオンラインになったんで確か彼まだあれだからな。おっとっとよし、あーくそ、ジェラトーニさん、あそこ乗れるんだね、知らなかった。え、どうやって乗るのこれ。うわ、やられたん。よし。あ、戻された？何？この、もし、まあ、彼だったらって言ったらなんですけど、あの、フレンド？フレンドとなんかこうメッセージやり取りってできたりするのかな。多分自分が普通に子供が、あ、ジェラトーニ、くそ、普通に子供いたら、まあ普通に子供いたらってあれですけど、若くして子供理解できてたとしたら、まあ、その彼は子供みたいなもんですからね、年齢的に。うわ、やべ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 、これ邪魔すればおかしい。よし、おはようございます。これフレンドかどうかっていう、なんか表記出ないのかな。オッケーということだろう。これね、あれなんだね、延長線入っちゃうとさ、あれなんだよね。ガチ、あ、ガチ、エリアか、エリア、あ、エリアのマン、マリアや、サンタマリ、マンタマリア号やったことないんだよな。北極とはあれだけど、よし、エリア、頑張ろう。メッセージ送れっかな。はい、ガチエリアの、初マンタマリア号ですね。よし、頑張りまーす。おお、早い早い。あ、やっぱあれか、あっちと一緒なんだ。あ、嘘嘘嘘。
あれと、タチウオパーキングと似たような感じですね。なんかいるぞ。危ない。なんでなんでなんで、なんで上がれないの。うわやべ、上からかけられた。失敗した。やばいじゃん。あれ？やばいぞやばいぞやばいぞ。あれ？後ろ、何？後ろ来てんの？気づかんかったんだけど。これ、あれだね。攻められないようにしちゃった方が、いいぞ。何？あー、カーニングやられた。なんかすげえ恥ずかしい戦いをしてるような気がする。どっちだ。いや、全然時間見てなかった。負けてる。しゃあねえな。しょうがない。うん、これはしょうがないよ。はい、というわけでですね、ちょっと時間もあれなんで、
まあ自分はちょっと続けますけども、撮影の方はこれで終了としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね。あとコメントどんどんいただければと思います。あとですね、高評価もぜひお願いしたいと思います。それでは、失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。